なら体で払ってもらうとするか。え、もうセナちゃんのヘッジ優しくしてね。じゃあ遠慮なく。セナ人気がいるから最強じゃない、ずっと一緒なら最高じゃない、この先何があったって君とならあるわけ。どうだアシスさん、どうです。リンダさんのがいい。アシスさんのバカ先生。アシスさん、これでどうだ。にゃん。これなら、あれ、あの僕にも構ってよ、アシスさんのバカ。一生海から上がれないかと思いました。見つかってよかったですね。よかったよかった。何ついてきてんのよ。え、だってん、婚欲。婚欲？もちろん婚欲だよ。叫んだ。この前侮辱された恨みを晴らさせてもらうぞ。もしかして最初からこうするつもりで。もちろん。逃がすか。くらえくらえ、私を侮辱した罪お前知れ。真っ黒だ。お湯はどこ。一緒に入ってあげてるだけで満足しなさい。気持ちいい。セナちゃんの力が弱いせいかな、あんまり痛くない。むしろ適度にヒリヒリして気持ちいいかも。セナちゃんのプニプニのお尻、柔らかくて感触も気持ちいい。手加減しすぎたか。待ったなんてもの見せるんだ。え、僕の見たの。エッチ、あんたが見せたのよ。初めて見たのがお前のだなんて。死ね、死んで詫びろ。死なきゃ。セナちゃん、殺せ。僕はそんなちっぱい見張りちゃんが大好きなんだよ。ちっちゃいと恥ずかしいに決まってるでしょ。その恥ずかしがってるところがいいんだよ。したことか、私にとって得なことがないって言ってんの。そんなことないよ。狭い隙間とか通れるじゃん。どうでもいいや。さあそろそろ寝よう。そうね。なんであんたが一緒の部屋にいるのよ。ないわ。そんなまったく、いつもいつも感心するほど懲りないやつだな。あ、先生。仕方ないわね。ほら、アイト、入っていいわよ。ん？何考えてるの？みんなのぬくもりが欲しくて。死ね！